第7次の定例会見を始めます。まず冒頭チームの方から話題提供がございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。まず新型コロナウイルス感染症ですね。緊急事態宣言は全国で解除されましたけれども、変異株があり、再拡大の懸念があるということですから、引き続き緊張感を持って対応していきたいというふうに思います。また年度末、年度初、3月、4月は人が移動する時期でございますので、それぞれが気をつけながらですね、この大切な時期を過ごし、また迎えていくということに取り組んでいきたいと思います。状況につきましては、3月22日現在、陽性者数は100人。現在の陽性者数が100人、入院療養されている方は94人、入院予定の方が6人、自宅療養されている方が起きているということでございます。3月上旬にクラスターが発生いたしまして、他県よりも少し多い状況もありましたけれども、積極的疫学調査をしっかりと行うことにより、抑え込みを行うことができているということでございます。現在、彦根市の飲食店を対象に従業員に対する一斉検査を行っております。今日にも一部結果が判明する予定ということを聞いておりますので、その結果に応じた対応もしっかりと行っていきたいと思います。全国知事会の会議が21日に行われました。その場でもそれぞれの状況等を受けた緊急提言を取りまとめいたしました。私からはワクチン接種の配分計画の早期提示、緊急事態宣言地域外の事業者支援、在住外国人への情報提供や広報の強化、新入生、新社会人が孤立せず、新たなスタートが切れるよう力強い支援、この4点について提起させていただいたところでございます。孤立・孤独対策につきましては、その会議の最後に会長の方から次世代育成支援対策プロジェクトチームも加わる形で、しっかりと対策を講じるということを述べられましたので、チームとしてもしっかりと対応していきたいと存じます。続いて、画面にもございますが、県内の中小企業事業者を対象とした支援についてご案内を申し上げます。緊急事態宣言の再発令によりまして、影響を受けた県内中小企業と対象とした支援を作り、2月補正予算で議決をいただきました。2つ枠組みがございます。まず、売上確保のためのこちらですね、売上確保のための補助金ということで、3月26日からオンライン申請の受付を行い、4月5日から郵送申請の受付を開始するということでございます。対象についてということでございますが、飲食店、飲食関連事業を中心に緊急事態宣言の再発令により影響を受けた県内中小企業等の方々でございまして、もう一つの条件として、1月、2月、3月の売上が 30% 減少している、 30% 以上減少しているということでございます。またもう一つ、先ほどのもう一つ前の画面の右側ですね、一時支援金への上乗せということで、なかなか売上確保のための取り組みも厳しいという事業者の皆様方には国の一時支援金、こちらの上乗せを受けていただくということでございます。こちらは緊急事態宣言再発令の影響を受けた地域ということでございますので、岐阜県、京都府に挟まれた本県はほぼ全ての業種で対象になるであろうということですので、こういった事業者の皆様方にしっかりとお伝えし、またご相談に乗り、できるだけ早く申請をしていただき、また受給していただけるように取り組みを強化してまいりたいと思います。専用のコールセンターについても
軽にお問い合わせをいただきたいと思います。今日は話題提供が3点でございます。まず1つ目は、西安造形大学の皆さんとのコラボレーションということで、ございます。今年は琵琶湖の日の40周年の節目の年ということでございまして、滋賀県の基本構想の3年目を迎えるということで、この度西安造形大学にお力添えをいただきまして、琵琶湖の日と基本構想の啓発ツールを作っていただきました。まず一つ目は琵琶湖の日40周年のポスターでございまして、前の方に3つ、そのうち一番右側ですね。本県ではですね、平成25年以降、西安造形大学の学生の皆さんに琵琶湖の日を啓発するポスターをデザインして作っていただいている。この度琵琶湖の日40周年を飾るにふさわしい作品を決定いたしました。制作者は3年生の池本真代さん、授業の中で琵琶湖との関わりを学習され、その経験をポスター制作に生かしていただいたということでございます。池本さんから一言いただくことといたします。2つ目は基本構想啓発のためのすごろくというものでございまして、平成31年、2019年4月からスタートした現在の基本構想、変わる市が続く幸せを基本にしておりますが、目指すべき2030年の姿の実現に向けまして、県民の皆さんのご参画を呼びかけているところでございます。そこでこちらも西安造形大学の学生の皆さんとともに、子どもたちにも基本構想、楽しく学んでもらうというものをですね、2年間かけてゲームとして作っていただきまして、この度滋賀県基本構想ゲームビワスボが完成したということでございます。制作者は3年生の中谷陸さんと三輪大輝さんでございます。それではせっかくの機会ですので、お二人にもビワスボをご紹介いただきたいと思います。私たちは子どもたちが勉強するという感覚ではなく、ゲームを純粋に楽しみながら滋賀県の魅力であったり課題を知ってもらうような工夫をしました。例えば滋賀県基本構想の文章を子どもたちに
かるように簡略化したりだとか、基本構想を子どもたちなりに実践してもらえるようなルールをゲームの中に入れたりしました。またこの丸分かりブックというこのゲームのルールの説明であったり、基本構想を知ってもらうための漫画、またこのゲームの中のマスに出てくるんですけど、滋賀県をより詳しく紹介する、滋賀県の魅力をより詳しく紹介するような、本を制作しました。私たちはこのビアスゴ、私たちが作ったこのビアスゴというゲームをすることで、滋賀県をより好きになって、より滋賀県のことを考えてもらえるようなきっかけになってくれれば嬉しいです。以上です。このゲームは、滋賀県をすごろくで一周していくというものなんですけど、このゲームに立てるときにこう、ビワイチを滋賀県はすごく啓発されているので、自転車で滋賀県をこう一周回っていこうということで、このボードの中にも自転車でビワイチをする姿を描いたりとか、あとこちらにちょっとあるんですけど、マスというか、コマもビワイチ、自転車のマークを見せております。これでビワイチをみんなにしてもらいたいなと思っています。はい、ありがとうございました。学生の皆さんが大変、楽しく、面白く紹介しようということで作っていただいたゲーム、子どもたちにも楽しんでいただければと思います。このゲームは、放課後児童クラブ100箇所にも配布を予定しておりますし、好評なら、どんどんお申し込みいただければ配れるのかな？抽選で、はい、抽選でお配りもしたいと思いますので、ぜひご興味ある方、振るってご応募いただければと思います。ありがとうございました。続いてのご紹介でございます。資料があるかと思いますが、児童生徒の健全育成にかかる県と市長の連携による取り組みにつきまして、県と14市長との間で協定を締結し、令和3年4月から連携した取り組みをスタートするという資料に基づいてご説明、ご案内を申し上げます。生きづらさを抱える人への支援の一つといたしまして、不登校や引きこもり対策などの充実、強化を図ることとしておりまして、県立学校におきましては、心に悩みを抱え、不登校や引きこもり状態等にある児童・生徒の皆さんへの支援のため、福祉と教育の枠を超えて、県と市長が一緒に対応を考える仕組みを新年度からスタートさせることとしております。この取り組みはですね、県内の市や町から県に対して、県立学校で不登校等の状態にある児童生徒の支援に必要な情報について共有をしてほしいというご要望、またお申し出をいただいており、検討を重ねてきたのでございます。昨年度以降、県と市長の教育委員会、また福祉部局で検討を重ねてまいりました結果、このほど県と14の市長で協定を締結いたしまして、県立学校の児童生徒のうち、不登校や発達障害等特別な支援を必要とする方が、切れ目のない支援を受けられるよう、情報共有等の仕組みを整えることとしたところでございます。なお、14の市長、残る5つの市につきましても、取り組みの趣旨にはご賛同いただいておりますが、町内の体制整備等の調整に今しばし時間が必要だということでございまして、令和4年度以降に参加される方向で調整が進んでいると聞いておりますし、まずは県立学校でスタートさせますが、市立の学校等におきましても順次広げていけるように調整を進めるよう私から指示をしているところでございます。具体にはですね、例えば県立学校で児童生徒の不登校事案等が発生し、連携した支援を要すると判断される場合には、必要に応じて出身の中学校、市長の福祉部局、県の福祉部局等の関係機関へ連絡をし、情報共有や対応策の検討を行い、連携した支援につなげていこうというものでございます。この協定を機に、県と市長、福祉と教育が一層連携いたしまして、特別な支援を必要とする児童生徒への早期対応、早期支援を行うとともに、不登校や引きこもり等の支援
からのご案内の最後、3本目は6月6日日曜日に開催いたします全国植樹祭滋賀の1年前記念イベント、題して緑のしずく祭りについてお知らせをいたします。今回は切って使ってまた植える育てるという未来のための循環の森づくりをテーマに開催をいたします。私自身も山の知事を標榜しようとしておりますので、ぜひ一緒に木を切り植え、対談者や来場者の皆様と未来の山や循環の森づくりについて、一緒に考えていきたいと存じます。他にも体を動かすアクティビティや VR、バーチャルリアリティによる人形体験、ドローンの操縦、木工や木のおもちゃ遊びなど来場者に楽しんでいただける体験が盛りだくさんとなっております。さらには7月に控えております琵琶湖の日40周年とも連携したステージを行いますほか、会場では募金によりイベントで排出される CO2 をオフセットするというネットゼロにも挑戦する予定でございます。また本県の森林林業でご活躍いただいた方や植樹祭に対し多額のご協賛をいただいた企業様などの表彰や感謝状の贈呈を行い、感謝やお祝いの意をその場で皆さんと一緒に伝えたいと思います。イベントの実施にあたりましてはコロナ対策を徹底いたします。事前申し込み制となっており、本日から滋賀ネット受付サービスで募集を開始いたします。先着となっておりますので、ぜひご興味のある方お早めにお申し込みいただきたいと思います。最後に全国植樹祭滋賀の PR 大使を務める県のイメージキャラクターウォータンのラインスタンプが今月から発売されているということでございまして、ぜひ皆様方にもご承知をいただければと思います。少し長くなりましたが私からは以上です。はい、それでは質問の方に入ってまいります。まず幹事社の質問の方からよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、幹事社を務めております B 通信の田島と申します。まず先ほど、冒頭にも話されました緊急事態宣言を、解除を受けての対応なんですけれども、春休みに向かいましてですね、県民の方々に、移動であるとか会食であるとか何かこうメッセージがありましたら、お伺いしたいんですけども。はい、冒頭も申し上げた通り、3月、4月は卒業、入学、また移動、引っ越しと様々な移動の多い時期ですね。また大切な人生にとっても、それぞれの生活にとっても大切な時期だと思います。ただ、昨年から今年にかけてコロナウイルス、新型コロナウイルス感染症も流行し、まだ再拡大の懸念があるということでございますので、例年になく気をつけながら、さまざまな対策を取りながら過ごす時期にしていきましょうということでございます。何かやめてください、来ないでくださいというようなことは申し上げません。次に話が変わるんですけれども、 LINE の LINE ですね、LINE がその LINE の情報がですね、中国の方で閲覧できるというようなことになって問題が発生しておりまして、県としても滋賀ですとかそういったところで LINE と連携した取り組みもされているかと思うんですが、この対応についてお伺いします。まず現時点最新の状況等を確認しておりますが、さまざまな報道がありましたが、LINE に対してですね、外部からの不正アクセスですとか情報漏洩が発生したという事実はないという報告を受けて、おります。で、現在県ではですね、8つの公式アカウント、これらを LINE と契約をしながらですね、持ち、また運用しているところでございますが、その滋賀県が運用する LINE の公式アカウントにおいて、
個人情報、これは県が委託しております会社が LINE とは別に管理をしており、 LINE の方からまた LINE の関連会社からアクセスができない状況にあるということでありますとか、その委託先におきましては国内のデータセンターにおいて適切に情報管理がされているということ、また個人情報のみならず、この公式アカウントにおけるトーク画面でのやり取りされるテキストメッセージ、こういった情報につきましては、LINE 社、LINE の会社の国内データセンターでも保存されることになりますが、LINE 社に確認をいたしますと、海外からはアクセスできない状況になっているという報告を受けているところでございますので、現時点ですね、何か県として、今行っているサービスを変える、止める必要はないと考えておりますが、引き続き情報収集いたしまして、必要な対応は迅速に行ってまいりたいと思います。はい、ありがとうございました。続いて幹事社の朝日新聞です。よろしくお願いします。一つ、質問します。滋賀県の包括外部監査報告書が先週提出されました。出張について県職員の場合は領収書が必要ないということで、5件について調べたところ、2件では報告書にあたる匿名書が作成されておらず、出張した事実が確認できなかったとのことです。県によると、確かに出張はしたということなんですけれども、こういった疑念を持たれないためにも、領収書を、多くの民間企業が採用していることもあり、新幹線や特急など高額の移動をした場合は、領収書の提出を必要とするようにルールを変更すべきじゃないかとの意見が出されたんですけれども、このことに対する受け止めと、そういったようにルール変更する必要があるかどうかということ、知事の考えを聞かせてください。はい、私自身も包括外部監査担当していただいた、担っていただいた先生から直接概略ではございますけれども、ご説明をいただきました。匿名書がなく出張した事実が確認できない事例があったということでございまして、定額支給という形になっておいて、利用商標の提出が必要なルールに変えるべきではないかというご指摘をいただいたところでございまして、現在まず事実確認と、そしてどういうルール改正を行うべきなのか検討するように指示をさせていただいております。わかりました。ありがとうございます。はい、それでは他質問ございますでしょうか。関係新聞。関係新聞の浜です。お願いします。お願いします。はい、今週は日曜日ですね。その次の東京五輪に対してですね、海外からの観客の受け入れを断念すると正式に決定されたわけですけども、これについて、県内どのような影響が考えられるか、現時点の見解を教えてください。東京五輪はコロナの感染症がなければ、世界中からアスリート、また観客、関係者、多くの方がご来訪される予定で、ホストタウンをはじめ、観光誘客含め、さまざまな取り組みを考えていたところでございますが、そのうち海外からの観客がいらっしゃらないということになれば、そういったことごとに、計画していた、想定していたことごとに、少なからず影響はあったと思います。まだどれぐらい、どの分野にどれぐらいの影響があるのかということは計り知れません。ただ、やはりそのアスリートにしろ、観光で来られる方にしろ、もちろん、住んでいる私たち県民にしろですね、この命ですとか健康を守るという大前提がございますので、こういった対策を講じながら、こういったイベントをどう開催していくのか、こういったことが重要なテーマになるのではないかと思いますし、
一部の業界事業者等に大きな影響が生じるとする場合、どのように対応しなければならないのかということを一緒に考えていきたいということでございまして、県だけが何か法的に支援するということではなくて、どういう対応をしなければならないのか一緒に考えていきたいと思います。まあ、現時点では県の事業なんかの見直しが今のところ検討されていないと、直接的にあるとすればホストタウンがどうなるのかということはあるのかもしれませんが、まあ、観客の入国とどういう影響が関連するのかということもございますし、お尋ねの観客が入国されることが今回止められたということに対する影響はまだ十分つかみきれておりませんので、今後明らかになったことを踏まえて対応を検討していきたい。先ほどの LINE の件なんですけれども、はい、まあ、当面、まあ、県が行っているサービスについては影響ないということなんですが、こういった状況をですね、契約に抵触する可能性があるような状況を作ったということについては、どういうふうに捉えられているかというか、まあ、まず報道に基づいて、報道があったことに対して、利用者や県民の皆さん、不安や疑念を持たれたことも事実でございますので、そういったことに丁寧に説明責任を事業者として果たしていただく、また我々、利用する行政としても、しっかりと事実確認をして、分かったことをしっかりと公表していくということをまずしています。来院者に対してもそういった対応をしっかりと求めていきたいと思いますし、特に法律が変わって、個人情報の保護などについても新たな規定が付け加わっておりますので、そういったこと等に対して、今後想定されることに対しましても、しっかりと対応していただくように求めていきたいと思います。我々もそれを確認していきたいと思います。ありがとうございます。はい、ここは、中止します。私の方からは、5つのことを先週末に事前で指示しています。1つ目が医療、失礼しました、飲食ですね。飲食について、どのような形であれば、その飲食というものが可能なのか、しっかりとまとめようということが1つ目。2つ目は検査と調査の強化。3つ目は変異株の監視体制の強化。4つ目は医療提供体制の充実強化、そして5つ目がワクチン接種体制の確立ということでございます。でその今お尋ねになった医療の提供体制の再構築ということでは、やはり特に第3波、この冬場対応した時に、入院患者が急増をした時の病床の逼迫ですね、そして入院が長期化することを受けてのベッドコントロール、これが非常に難しかったということがございますので、例えば回復後の患者受け入れを可能とする後方支援病院の確保でありますとか、退院基準を満たしていらっしゃる回復された患者さんに対する受け入れですね、これを高齢者施設等で受け入れていただけるように、また単に受け入れていただくだけではなくて、基礎疾患が悪化することに対する対応ですとか、リハビリテーションが必要な方に対する対応ですとか、あと全県のコントロールいたしましたので、医療福祉圏域を超えて入院された方に対して退院支援連携、退院された時に行き場所がないとか、帰る場所が遠いとか、そういったことにきめ細かに対応できるような、そういう仕組みが必要だという教訓がございますので、課題がございますので、こういったことなどを現在検討をしているところでございまして、取りまとめられたところから、順次県民の皆様方にお知らせをしていきたいと思います。まず第一弾、来週にもですね、対策
病床の数を減らしてくれないかというような話出てたと思うんですけども、まあ、今も1ヶ月以上経っておりますけど、そこはどうされる方針なんでしょうか。あの現在、失礼しました。現在332床、そのうち昨日の時点で81床を入院で使用されているという状況がございます。2月のその協議会での議論を受けて、その後の感染状況の推移を見て、順次そのコロナ対応病床からその他の通常医療に対応する病床に医療機関ごとに戻していく、振り返っていく、そういう措置も取っていただいておりまして、一部そういった対応をされている病院等もあると思いますが、すみません、ちょっと今手元に数はないんですけど、いずれにいたしましてもコロナもそうですし、通常医療も含めて対応する体制をそれぞれの医療機関ごとに取っていただいているということです。今後その今現状の332床からずっとその病床数を減らすっていうことはあまり考えられてますね。いや考えてます、考えてますけど、もう少し状況を見ながら、まだ医療機関のそのどれぐらいの方が入院されているのかという状況も見ながら、地域によっても若干変わるかもしれませんので、そのあたり少し見ながらの対応になると思いますが、いずれにいたしましてもこの332のままということではなくて、少し減らしていく方向で調整が進められると承知しています。そこら辺の目処というのはいつ頃にお示しされたんですか。ここで行政が知事がいつという目処が言えるというよりも、病院の事情都合もあると思います。かつ感染状況にもよると思いますので、もう少し見ながらという対応になるんだと思います。ただ、増やす時よりは減らす時の方が手間がかからないのかもしれませんし、そのあたり現場の状況をよく確認して丁寧に対応していきたいし、こういう状況になりつつあるという、なりそうだということが分かりましたら、お知らせできる段階でお知らせできるようにしていきたいと思います。ありがとうございます。発表と新聞の京都新聞の方と全く話が変わってきてしまうのが、先ほど3月 の、 議会が2月定例会にありまして、その中で、一般質問、代表質問、あるいは各種委員会での、議論の中でですね、第5側などについての、議論が、たくさん交わされたかと思います。最終日においてもですね、意見書の採択をめぐって、会社同士で、激しい議論の応酬が、ありました。この議会を通じて、一連の議会を通じて、大統領が来たの、議論を確認されたわけですけれども、そこについてですね、知事ご自身ですね、どのような振り返りをされておられるか、お話を聞かせてもらったらと思います。はい、治水政策というのは大変重要な政策ですし、お尋ねのあった大東川ダムについては長年の経過のあった、もちろん、水没地域、水没予定地域の皆様方には住居移転をお願いいたしましたし、そして、以前、作ると言われながらその後の検討で、少し位置づけが凍結されたりというようなこともございました。そして、今晩、県においてもその必要性を認め、河川整備計画の早期変更を要望する、また下流県についても、下流区域においても、検討会等が行われ、一定の理解が進みつつあるという、こういう状況下で現在、国においても、河川整備計画変更に向けた法定の手続きが行われつつあると。このことを受けての県議会で県民の声を受け
くこう慎重論といいますか、建設に対しての、まあ一応ではないですね、意見が、まあ、知事のなんていうかこう、方針にですね、足並みが揃っているというわけではない、まあ、今の状況についてですね、まあ、改めて疑問になったかと思うんですけれども、まあ、そこについて、もう少し詳しくお話し聞かせてもらいたいと思います。まず私自身の方針考えもそうですし、意見の方針、また多くの方がご理解いただける方針として、いつ起こるかわからない、また想定を超えて降る降雨、また起こる洪水に対して、上流と下流がソフトハード両面で川の中の対策と川の外の対策をしっかりと組み合わせることによって、命が奪われることがないように、また財産を損なわれることがないように対策を講じていくということの必要性についてはご理解いただいていると思いますので、それらをどんなスケジュールで、またどんな順番で行っていくのかということだと思います。台場川ダムについて申し上げれば、2年前に結論付けました本県の勉強会、台場川流域、また琵琶湖の水位、そういったことに影響、効果、本県にとって好ましい影響と効果を持ちうるので、台場川ダムは必要、早期に建設を望むということを申し上げたところでございますし、そういった考えに基づいて、国の整備計画にその趣旨が盛り込まれるように県としては取り組んでいきたいというのが私自身の考え方で、現在の県の方針でございます。ただそのことにさまざまな角度からのご意見ご提言が あるとすればですね、それらにどう答えていくのかということについてはしっかりと考えていかなければなりませんし、まあ議場の中でも提起されていたソフトハード両面、川の中だけではなく川の外もということについては、本県の流域治水条例に基づいてさまざまな取り組みを行ってまいりましたし、その取り組み内容をしっかりとご説明するということですし、大渡川ダム以外に全県の河川でさまざまな設備整備が必要ではないかというご提起に対しても、日野川、阿戸川、高時川はじめですね、さまざまな河川等で行っている事業についてしっかりとご説明していく必要があると思いますので、引き続きそういったことを丁寧にやっていきたいというふうに思っております。大渡川ダムについてはやはり県としてはできるだけ早く整備をし、懸案でございます大渡川の治水、また琵琶湖の水位、そういった懸案を克服できるように国や下流と一緒に連携して取り組んでいきたいというのが考え方でございます。ありがとうございました。はい、ここはいかがでしょうか。ご質問よろしいでしょうか。はい、それではこれを